はい、どうもこんにちは、ボーデペです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。今回なんですけどもね、前回この橋の下にスピナベをポッチャーンって言ったタイトルでね、リリースした動画の続きになりまして、場所はですね、引き続き御方バスフィッシングポンドになります。3時間コースですね、エンジョイさせていただいております。スピナーベイトの後ね、クランクでも一応巻き倒してみたんですけど、どうもねちょっとね動きがね強すぎるみたいで、ちょっとピンチなね感じがね早くもしてしまったので、シャットにねチェンジしました。シャットはね結構あのシャットの名手の方々で、サイトフィッシングでねやられる方、山木勝人さんとか、いろんな方がいらっしゃるんですけども、やっぱりねシャット使いの方はねすごいいいバスをね叩き出してくるので、僕もねそういう人たちに憧れてですね、結構ねシャットを使って練習してるんですけども、なかなかね天然のブラックバスでシャットでねリアクションバイトさせるのって意外と難しいんですよね。釣ってる時はねいとも簡単にやってるように見えるんですけども、バスのね状態によってはね多分シャットが効かない時もあるんじゃないかなみたいな感じで、でそんな時ですね、やっぱり缶釣りねすごく練習になるんですね。前回のねスピナーベイトもね、つい最近霞水系に行ってきたんですけども、早速ね霞でその練習が生きたのでね、まだね公開までちょっと先になってしまいますが、お楽しみにしていただけたらと思います。でシャットのサイトなんですけども、シャットはねちょんちょんってやってるんですけど、グリグリってやったりね、なんですけどあれはダートアクションじゃないんですね。直線的なブルブルっていうアクションで魚にリアクションバイトを誘発させるんですね。で実際にですねこういったクリアのね缶釣りでやってみると、バスのね様子がわかるので、なかなかねちょっと GoPro とかねいいカメラでもね、なかなかシャットの瞬間っていうのはねなかなかね撮れないと思うので、ちょっとねロッドワークに注目していただけたらと思います。バスがねボケーっとね浮いてるようだったら、そのバスのね斜め後ろにね投げて、そんで瞬間的なねストレートリトリーブでリアクションバイトさせるっていう手もあるんですけど、今回のバスたちはね動いてしまってて、結構動いてるんですよ。だもんでいつもだったらねシャットをねバスがねバイトさせられるラインに送り込むんですけど、今回はですねバスを寄せてからシャットのね後ろについて、そこから勝負をかけるといった感じで釣っております。ちょっとねマニアックなんですけども、そんなねところもね見ていただけたらと思います。缶釣りもね、まあ、ここはねハードベイトポンドなので、ハードベイトしかね使っちゃいけないんですけど、他のね缶釣りとかねワームとか使えると思うんですけど、ぜひともねバスの缶釣り、ワームの方がねたくさん釣れるんで、やっぱりバスの缶釣りでもねワームばっかり使いがちなんですよ。そこをですねちょっとハードルアーに絞り込んでみるとね、また面白いゲームができるので、ぜひともね今回はね御方バスフィッシングポンドですけども、千葉県のね釣りパラダイスさんとかね、栃木とか茨城とかにもね何個かあると思いますので、ぜひともねバスの缶釣りとても楽しいのでね、ハードベイトでエンジョイすることをお勧めさせていただきます。シャット4号ですね、4号のサイトでバスがね興味を示して、いいタイミングでねこう直線的なブルブルっていうね動きをさせるとリアクションバイトするんですよね。いや本当コンディションがいいバスですね。御方バスフィッシングポンドバースありがとうございます。イエーイ。
はい、サイトでシャットで一発。ちょっとね、この前に1匹釣ったんですけど取れてなくて、やっぱりシャットは強いですね。タフコンディション下にちょっとね、なんかバスが思った以上にこうハードルアーにアタックしてくれなくて、シャットで今ほぼ無理やり食わしてるような感じですね。ありがとうございます。やっぱサイトですね、興味示してくれたところでね、直進的なジャークでスイッチを入れてリアクションバイトみたいな感じですね。まだまだ釣れそうですね。ちょっと頑張ってみたいと思います。ソウルシャット4号ですね。ありがとうございます。いいパターンだね、これはね。エビですね。今ね、目の前ですごいエビボイルがね起こってまして、鯉のね食べてるエビにねバスたちがねすんごい群がってるんだけど、そこにねシャットを投入してバスのね鼻面で直線的な、ジャークをするとリアクションバイトしてしまうという感じでハマってきました。で頑張りたいと思います。やっと釣れました。タイニーピーナッツ、結構スローリドリーブで釣れましたね。まだまだあと5分ぐらいしか多分時間ないです。ちょっとあと2匹ぐらいね釣れたらクランクコーナーとしてね使えるかもしれないですけど、頑張ってみたいと思います。ありがとうございます。